ダービーサルーン98実況始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。今日も暑いですね。実はねパンツ一丁でやってます今ねパンツ一丁でコーヒー飲みながらねやっております。 Y さんみたいなね状況なんですけど始めていきましょうかね。牧場拡張したんですよね。久々なんで覚えてないんですけど、たっちゃんは放牧中だよね。あの高松宮記念から安田記念を目指しています。わかめパンツは2歳やね。両津勘吉がね故障してしまったと。このまま走りそうなんですけどね、晩生寄りなんでね、これからねまだ諦めないでやっていきましょう。秋田小町は受胎中ですね。プリンキピアは種付けしないといけないんだ。今4月2週ですね。はい。やっぱりネイティブダンサーを生かしたいので普通にノーザンテイストあたりつけたいんですけどね。マルゼンスキーつけてきたんだね今までね。それで桜井くんがね G1 級の馬なんでね、生まれたんでね、やっぱりノーザンダンサー系つけたいですよね。ミスプロでもいいんだけど、やっぱり距離こなす馬はねやっぱりノーザンダンサー系なんでね、ミスプロ距離こなす馬少ないんで、ディーンヒルあたりね、あの距離はそんな持ちませんけど、まあでもあまりねきついかな。ラストタイクーンね、ラストタイクーンも 2400m まで持つんですね。まあ大隅タイクーンのね印象が強くてマイラーケットなのかなと思うんですけど、 2400m も持つと。これつけましょうか。はい。まあ、ネイティブダンサー 4×5 かな、違うかな、これさ3×5 かな、さて始めていきましょうか。その前にねちょっと今現時点で制している G1 をねちょっと調べておきましょう。もう すっかり忘れてしまってるんでね。 NHK マルカップ皐月賞、フェブラリーステークス、マイルチャンピオンシップ、天皇賞秋と、まだまだですね。クリア目標にねやってるんです。もちろん目標はねあの全 G1 制覇でね、できれば凱旋門賞取りたいけどね。まあねダビタ3の実況でも凱旋門賞は一度も出てませんからね。まあ、なるべくなら凱旋門賞1回ぐらいは出たいね。出走はしたいですね。桜井くんあたりもねこれそう放牧に出そうか迷ってたんだよね。まあ皐月賞を取ってるんでね、皐月賞を無理して出す必要はないんで、目標ダービーなんでねこれ放牧出します、それで戻ってくるのが5月2週だよね。まあその方が調整しやすいんじゃないかなと思うんでね、放牧出します。はい、思い切ってね。そしてラオウがね復帰してきたんでね、この馬もあのフルコメバなんで、あの G1 をね G1 制覇を期待してね、あのこれから育てていきます。まだねあの有馬記念とか塚記念とかね全然取れてないんでね。暑いですね。関東の方は意外と涼しいのかな。関西はもうずっと暑い日がね続いていて、まあお盆に入りましたからね、皆さん休んでらっしゃると思うんですけど、これだけ暑かったらね外に行くのはね、もう僕も今週競馬に行こうかねちょっと迷ってるんですけど、まあ行ったとしてもねあの午前中だけちょろっとやって帰ってこようかなと思ってるんですけどね。さすがにこの暑さではねあの芝生の上で競馬なんてできませんねこの前ちょっとねあの行ったんですよね、芝生で競馬しようと思ってね、無理でしたね暑くてねさて集中しましょうね調教ですね。もう出せるよねこれはね、400何キロぐらいがベストなんですかね。470キロ台でも出せるんで出しましょう。まあ、900万ぐらいはね楽に突破してほしいんでね。名前がラオウですからね。天上天下唯我独尊、天上天下唯我独尊ちょっと読み方わからないんですけど、試しに 2500m ちょっと折り合い心配ですけど出しましょうかね。ダスレスないんで、はい。鞍上はねあの
やっぱり折り合いのうまいね外人ジョッキーの乗けます。はい、復帰初戦はねやっぱり折り合い書くケースが多いと思うんで、やっぱり折り合いのねうまい騎手をね乗っけたいですよね。行きましょう。はい、まあ、おそらく入れ込んでるんじゃないかなと、まあ、ラオウのことなんでね、やんちゃでしょうからね。さてトライディートあたり懐かしいね、入り込んでますねやっぱりね、一番人気と。まあただね、問題折り合いなんですよ。まあ大組で行かせます。うん、まあ、900万クラスなんでね、力は上だと思うんでね、折り合いさえつけば弾けますよね。まあ明日あたりね、ウォッカのね、子供がね走るみたいですね。新潟競馬でしたっけ、なんていう名前だったかな、ねえ、名前が出てこないな。ウォッカの子供でね、なかなか走りませんからね。今年の3区はどうなんですかね、詳しいことはあまり知らないんでね。もうちょっと競馬に関してね情報を集めたいなと思ってるんですけどね、やっぱり競馬に対する情熱っていうのはね若い頃より落ちてるんですよね。もう前回ね、那須さんと競馬行ったって言ったじゃないですか。あの時もねなんか競馬する気にならないんですよね。競馬場行ってもね競馬お金かけたいって思わないようになってきたんですよ。ちょっと情熱がね欠けてるような感じがしてね。もう競馬ゲームはね面白いんですけどあまりお金かけることにね力が入らないというか情熱があまりないのかな。来たね来たね、させちょっと何やってんの、さすがの場ちょっとさせるさせる、あ届かないんだ、あれだけ勢いよく来て。なんだよ、折り合いバッチリついたんでしょうね、おそらく見てなかったんですけどなかなか綺麗な競馬したなと思ったんですけど届きませんでしたね。うん、まあ次走はね普通に先行で稼ようかな。さて中一周で出すのは厳しいかな、故障の馬をね。まあでも1008ぐらい使いましょうよ。秩父特別東京競馬場ですね、まあ、ここら辺りでねぶっちぎってほしいなとね。まあ、新田の妹3区なんでね、フルコメバーですけどそんなスタミナないのかな、ないのかもしれませんね、うん、ね、たっちゃんですよね、入級ですね、はい。まあ、何かしら人叩きした方がいいのかな、やっぱりな、高松の宮記念の前に、まあ、ちょっと合わせまでねやりましょうよ。394キロですよね、ベスト体重ね。うん、まあ出なくてもいいかな、うん、無理してね回復させる必要はないかなと。さてここはねもう確証を期してもらいたいね。ロバートジョッキーはねやっぱり必殺仕事人だからね、勝たないといけませんよこれはね。まあ、先行で行かせます。まあ、でも前走のね末脚を見たらねこれはやっぱり大物ですよ、ラオウはね。あ、不良馬場ね、先行でよかった。ウォッカはね僕は好きだったんですよね、うん。まあ、ウォッカがねダービー取って次の年かな、次の年かね、ちょっとね腰椎破裂骨折をしてしまってね競馬からちょっと離れる時期があったんですけどね、その間もねウォッカは、ね、すごい走りを見せてくれていてね。だからビクトリアマイルとね安田記念練習したんでしたっけね、あの時ちょうどね入院中でね見れなかったんですよね。それでもうね見舞いの方からね僕が完走したよっていうことを聞いてねすごい嬉しかった記憶ありますね。さてこれは伸びないね
全く飲めないんだけど。ダメだこれ。雨が苦手なのか、二層ボケですね、これはね。ダビスタリに二層ボケなんてあったかな。ちょっとがっかりですね、これはね。うん。まあ、たっちゃんもね、もう YouTuber ですからね、このままね。今年こそはね、G1 をね、もうバリバリ勝っていきたいんで。まあ、そしてね、桜井くんね、ダービー目指していきましょうよ。このままやっぱり叩いた方がいいだろうね、青葉賞とかね、NHK 杯ね。NHK 杯かな、この98は。というか NHK マイルカップ出してもいいんだけど、NHK マイルカップも取ってるんだよね。まあ次ですね、マイルカップね、挑戦させてダービーという形でもいいですよね。うん、そうしようか。その方がいいね。うん。マイルもね、十分圏内だと思うんで、やっぱり放牧させてよかったかなと。皐月賞パスの方がいいですよね。一発で変わってしまったなと。まあ、タッチャーはね、直行になりそうな感じですね、これね。ちょっと困ったな。もうそろそろ回復しないとね。よし、OK。まあ、これで、うん、直行の方がいいね、これはね。うん、直行しましょう。はい。桜井くんはね、NHK マルカップ出します。よし。お、調子は万全ですね、これはね。482ぐらいでいいのかな、うん、体重はね。ね、ベストですよね。ちょっと、ベスト体重覚えてないんで、全くね。NHK マルカップ取ってますね、やっぱりね、王冠、ね、トロフィーがあったんで。のりさんでいきましょう。はい、お願いします。自由気ままののりさんね。うん、自由人のりさん。たっちゃんもね、やっぱりもうちょっと上げておきたいな。絶好調にならなくていいからね。うん、いきましょう。はい、 NHK マルカップ G1 ですよ。久々の G1 ね。ファビュラスラフィン強いね。ファビュラスラフィンはやっぱりジャパンカップで2着に来る牝馬だからね、やっぱり強いですよね。シアマゾンも出てきた、マジで。まあ、ただマイナス14キロ、ケイウーマンあたりも難しいの。フィールドボンバー、フィールドボンバーって言ったら成田ブライアンの2着した馬ですよね。朝日杯でね、でも一番オーストと入れ込んでると。まあこれ先行できますね。うん、まあ、結構印ついてますよね、これね。うん、この印ならダービーワンチャンあるよね。先行で行かせましょう。まあ折り合いをねつけてほしい。まあ飛車マゾンとかね、後方から来る馬なんでね、まあ、桜井くんはね、激しいな。桜井くんは先行してね、粘ってもらいましょう。まあでもダビスターではあまり追い込みにならんんだよね。タイトルレガシーオブゼルダ、ヒシャマゾン3番手。マジですか。ヒシャマゾン先頭の前じゃない、ちょっとかかってるんだよね、これ。マイナス14キロか16キロだったんで、これね、桜井くんのがね、折り合いついてるんでね、これ刺す可能性もあるんじゃないかな。ね、ぶっちぎりますかね、ヒシャマゾンね。バテるんじゃない、バテない、バテないんだけどな。バテましたね。刺せ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 る。ああ、桜井くんもやっぱりバッタか。寝込んでたんでね、パドックではね。力は十分にあると思うんだけど、ビッコペガサスが勝ちました。まあ、パドックで入れ込んでたのがね、敗因でしょうね。はい。まあ、ダビスタね、やろうと思えばね、毎日簡単にできるんですけどね、やっぱり、ね、視聴回数が伸びる実況をね、優先させたいという気持ちがあるんでね、まあ、でもダビスタ本当は毎日やりたいぐらいなんですけどね。あまり視聴回数伸びないんで、ね、これ簡単なんですよね、撮るのね。うん、一番楽なんですよ。今回高松の宮記念までやりましょうか。
さて、買ってこい、買ってこい、買ってきて、1段階。あ、変わらんわ、これ出しましょうね。うん、調教してから出した方がいいんだよね。よかったね。ね、当日輸送になりますもんね。よし、的場さんでいきましょう。先行させます。ラオウはちょっとパッとしませんね、これね。もうちょっとね、馬のね、気持ちに火がつかないと、お尻に火をつけて頑張らないとダメだよ、ラオウ。命がけなんだよ、競馬は。ね。うん。さて、高松の宮記念。まだ取ってませんよね、高松の宮記念はね。取りましたっけ？レベル的にもね、シンコフォレスト強いね。ヤマニンゼファー出てきたか。ヤマニンゼファーが強敵ですけどね、一番人気だ。ね、先行させましょう。うん、先行させます。シーキーズのパールも強敵ですけど、うん、まあ、力を発揮すれば勝てる組み合わせですよね。短距離では最強クラスの馬なんだね、この馬は。さて、ぶっちぎってほしいね、ぶっちぎって。うん、なかなかいい位置つけたね。よし、一番前でいいよね。あの、中京の急コースなんでね、直線短いんで前につけた方がいいんですよ。うん、だから中京の 1200m より中山 1200m の方が差しがね、はまる感じなんですよね。うん、これ前開いてくれるだろうか。開いたね。よし、これはもう最高の競馬です。突き放してくれることを望みます。来た、粘ってくれ、粘ってくれ、頑張れ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 。あ、ちょっとバツだ、やばい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 。刺された、刺しのが良かったか。うん、なかなかいい形でね、4コーナー上がっていったと思ったんですけど、刺されましたね。うん、悔しいな。まあ仕方ありませんね。まあ切り替えてね、ダービー安田記念に臨みましょう。それでは今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。